大会まだあと2日となりました。現在の心境を教えてください。Всем здравствуйте. 皆さんこんにちは。Вчера прилетели. 昨日着きました日本に。Чувствую себя отлично. 気分はとてもいいです。За 24-й год я уже третий раз в Японии. もう今今回日本3回目なんです。Токио один из самых красивых городов в мире. まあ東京はまあ日本世界でも一番美しい、まあ街なのでとても嬉しく思ってます。また来られて。今回の試合に向けて強化した部分などありましたら教えていただけますか。この3ヶ月間ですね、まあ、今回の試合、まあ、明後日の試合に向けて、準備をしてまいりました。私のトレーナーと一緒に、まあ、準備をしてきたんですけれども、真剣に、まあ、トレーニングをして、そして、まあ、打撃、そして、実際寝、ね、技、まあ、これ両方ともですね対処できるように、強化してまいりました。木下空手選手の印象を教えてください。もう一度試合に木下очень хороший боец. Я уважаю его как бойца. Хорошо ведет свои бои. Но думаю, 29-го мы покажем очень хороший зрелищный бой. 木下選手に関しては非常に、まあ、優秀な優れた選手だと思います。試合もですね非常に上手に運んでいますし、私は彼のことも尊敬しています。29日には、まあ、本当見応えのあるいい試合をしたいと思います。見応えのある試合というのは、ダウトベックの選手の中でどういったイメージなのか、まあ、KO だったり、うん、パンチキック、うん、何かこうイメージしているものありましたら教えてください。ズレリシネボイヤプリスタブレイシベカオチンハロシュOчень хороший бой в стойке. Пожалуйста. И думаю, он тоже как ударник будет драться в стойке. И японским и фанатам во всем мире ММА, чтобы этот бой запомнился как великое шоу. やはりですね、私自身がやはり、まあ、見応えのある試合というものをどういうふうにこう自分が想定しているかというご質問ですけれども、やはり、MMA の選手として、やっぱりストライカーとしてですね、まあ、木下選手もストライカーだと思いますので、まあ、打ち合いの試合といったものをですね日本のファンの皆さんにお見せできればと思います。やはりその MMA の中での、その試合の中心というのはやっぱり、まあ、ストライク、まあ、つまり打ち合いだと思いますので、それを想定しております。なんで第一試合を希望したんですか。А почему вы решили выбрать именно первый поединок? Думаю, завтрашний турнир хотел открыть своим боем. И думаю, этот бой запомнится очень хорошо японским фанатам ММА. まあ、明後日の試合を、まあ、自分の試合で、まあ、オープンしたいということがまず希望があったのと、そしていい試合をする試合をして勝つことで、まあ、日本のファンの皆さんに、まあ、アピールしたい、そういう気持ちもありました。